はい、酒好きな、新潟人の飲酒動画。今回は、水割り、世にも珍しい、缶の水割りウイスキーということでね、ブラックニッカクリアの淡麗水割りというね、商品です。水割りウイスキー。アルコール度数が 9% 高い。原材料がモルトとグレーン。となってます。癖がなくて飲みやすいブラックニッカクリアをすっきり爽快な水割りに仕上げました。と書いてあります。お、水割りは珍しいね。炭酸入ってない缶の、ね、酎ハイというか、缶飲料って酒って珍しいよね。非常に珍しいと思う。一見、まあ、あるとしてもあれだよね。緑茶割りとかさ、はあるよね。それ以外でも見ないよね。ウイスキーの水割りって言うと、もうこれぐらいしか多分ないんじゃないか。あるか、もう一つ。白角の水割りってのも俺買ったな。そういえば。それじゃあ乾杯。もう見た感じ、泡のないビールみたいな感じですか。ん？うおぉ。やっぱアルコール度数 9% だけあるな。うん。あ、でも案外美味しい。うん。ちょっとなんか、ウーロンハイみたいな味するけど。なんかウーロンハイっぽいな、なんか。見た目があれだからか。なんか、ウーハイっぽい。全く違うんですけど。いや、ウーロン茶、うん。水割り。ブラックニッカクリア。ブラックニッカを、クリアをね、水割りすることもないんだけど。まあでも水割りって俺あんまり飲まないんだよな。トゥワイスアップなら飲むんだけどね。ブラックニッカクリア&ウォーター。これか。ああ。さらにこれのブラックニッカクリアのハイボールもあるみたいです。どうやら。しかもこれの正式名称が、どうやら、ブラックニッカクリア&ウォーターらしい。どこにもそんなことか、ああ、書いてないな。クリア&ウォーター。どこにもそんなこと書いてないんだけど。ウイスキー&ウォーターって書いてあるけど、下にちっちゃく。正式名称はそれらしいですね。クリア&ウォーター。で、これが、なかなか売ってなくて、これ初めて見たんですけどね。店で。こんなん見たことない。で、これが 350ml と 250ml と 300ml の瓶のやつもあるみたいです。瓶のやつはもう見たこともないね。もう初めてこのサイトで見たね。こんな瓶のやつ。絶対見たことないわ。なるほど。でも、ブラックニッカクリアのハイボールがあるってことは、前も言ったと思うけど、これ。ブラックニッカのさ、ハイボールってなかった？ニッカハイボールみたいな。あれと何が違うのか。ハイニッカでも割ってあるのかな。ブラックニッカクリアじゃなくて、ブラックニッカハイボールってやつね。
これは何なのかと。わからん。全然わからん。ああ、アルコール度数が違うのか。こっちは 9% で、クリアハイボールっていう、これのハイボールバージョンも 9% ですね。で、俺が以前飲んだ、ブラックニッカのハイボールってやつが、アルコール度数 7% なんで、こっちの方が多分濃いんじゃないかな。多分使ってるウイスキーは多分クリアで一緒だと思うんだけどね。まあ味としてはまあ別に問題ないでしょう。飲みやすい。普通に飲みやすい。普通に自分で作った、まあ当たり前かもしれないけど、普通に自分で作った味と、ほとんど変わんないね。まあこの感覚からすると多分ブラックニカクリアを1加えて、水3ぐらいで割ったのかな。多分ね。だいたい水割りって1対2か。1対2か。1対2なんですね。多分ね。じゃあ1対2で割ってんじゃない？多分ね。ただよく考えてみたら、ちょっと待ってよ。1対2で割ったとしたら、3分の1だから、327だから、アルコール度数足りないですね。アルコール度数 9% ってことは、ブラックニカクリアが37度あるからね、アルコール度数ね。ということは、1対3ぐらいで割ってんじゃない？やっぱり。4分の1ぐらいで割ったとすると、1対3で割ってたとしたら、636だから。ああ、だいたい、あれですね。多分1対3ぐらいで割ってんじゃないかな。やっぱりな。アルコール度数も4分の1ぐらいになって、ちょうど9度ぐらいになるわ。37度のやつ。割れば。うん。多分1対3ですね。割ってる感じからすると。うん。あ！初号スーパーニッカ復刻版出るんだ。らしいですよ。お、3月24日新発売。数量限定。スーパーニッカ復刻版。来たー。俺、スーパーニッカ、ミニチュアボトルしか飲んだことないけど。未開封で現存していた初号スーパーニッカの中身をブレンダーが実際にテイスティングし、1962年当時の香味を再現しました。だって。へぇ。あ、これは、うまそうだな。ただ値段も高そうだな。これ3000円ぐらいするんじゃないか、これ。わからんけど。スーパーニッカってそもそもいくらすんだ？スーパーニッカって、現在1000、あ、でも1500円ぐらいで買えるかな。スーパーニッカだったら。だから、初号スーパーニッカ復刻版2000円ぐらいするんじゃない？これ。これはちょっと待ち遠しいは待ち遠しいけど、まあ、またなんか初号ハイニッカみたいにまずいことになる気がするんで、どうなんですかね。これはやっぱり、個人的に通常のスーパーニッカと飲み比べたいんで、また通常のスーパーニッカ買ってくるか。
スーパーニッカー、俺ミニチュアボトルしか飲んだことないから、やっぱフルボトル買うべきだな。スーパーニッカーだけフルボトル飲んだことないんだよね。フルボトルね。うん。だけってわけでもないんだけど。竹鶴のピュアモルトの、ピュアモルトもあれか。飲んだことないですね。うん。ミニチュアボトルが未だにここにあるんですけど。ね。スーパーニッカー。と、これ、竹鶴の今の、12年の変わったやつね。つうか、なんでこれ、メーカーズマーク、なんでこれプラスチックなんだろう。これプラスチックなんだよね、これだけね。メーカーズマークだけなんか、ミニチュアボトルがプラスチックなんですよ。多分それはこっちの、このなんだ、このローの部分のやつを、多分、ね、いい感じにしたから、ちょっとこれに金かけすぎて、瓶の、金が回んなかったんですよね。だからこれだけプラスチックなんです。プラスチックのあれって珍しいぞ、逆に。逆にプラスチックのさ、ミニチュアボトルってめちゃくちゃ珍しい。と思ったけど、これもプラスチックだった。ブラックベルベットもこれプラスチックだな、これ。これプラスチックだな。それ以外全部あれ瓶だよね。全部ガラス瓶なんですけど。あ、でもこれはあれだな。水割りは。なかなかちょっと、飲み応えがあるな。飲み応えっていうか、なんか、アルコール度数 9% なんだけど、こう、ゆっくり飲めるね。なんか味が結構濃厚っていうか、濃厚っていうのがなんか、結構酒の、なんだろうな、酒のっていうか、ブラックニッカクリアの、味が結構、まあ、するんで、なんか、なかなかウイスキーを、こう、こんだけの量を飲んでる感じ。あくまでハイボールじゃなくて、割とハイボールにすると、やっぱ炭酸で、結構グイグイいけちゃうんですよね。飲めるんですけど。普通の水だと結構、あれだな。案外長い間楽しめるな。うん。うん。度数的にも 9% ってこれちょうどいいと思うわ。うん。まあこれも、あれだよね。初心者向けだな。まあ、初心者向け、前も言ったけど、初心者向けって言いながらあれだよな。これ確か値段、130円ぐらいするんだな、多分な。この水割りのやつね。どうしてもなんかちょっと焼酎っぽい味がするんだよな。ブラックニカクリアって結構焼酎っぽいんだよな。だからなんか、最初になんか、ウーロンハイみたいな味するって言ったけど、焼酎っぽい味なんだよ。ブラックニカクリアって。ウイスキーっていうよりなんか、麦焼酎っていうか、うん。色ついた焼酎みたいなやつ。感じの味なんだよね。麦焼酎って言うとちょっと違うんだけど、やっぱなんか色がついた、うん、なんか、ちょっと風味のある焼酎みたいな感じなんだよね。味がね。
だからなんか、水割りするとなんか、色がついてる焼酎ってことで、なんか、勝手に俺の舌がなんか、あの、ウイスキーじゃねえ、ウーロンハイとして認識されるみたいで。やけにウイスキーなのになんか、ウーロンハイの味するんだよな、これ、本当に。本当にウーハイ飲んでるみたいだわ、これ。マジでこれ。これマジの話。ちょっと甘いんだよ。ウーロンハイって、あれ、甘いでしょ？甘いでしょって言うとわかんないけど。あの、ウイスキーじゃねえ、あの、焼酎単品で飲んだのと、ウーロン茶を単品で飲んだのだと、ちょっとね、味がね、その、甘くないんですけど、ウーロンハイって単品で飲んでも別に甘くないんです。で、焼酎もまあ単品で飲んでも、こう、アルコールの味が邪魔して甘さってあんまわかんないんです。だけど、それを混ぜるとね、あの、ウーロン茶のちょっとした苦味みたいなのが、あの、焼酎の甘さを引き立ててくれるんで、あの、すごく甘く感じるんですよね。焼酎の甘さがね、よくわかるんです。俺、あの、ウーロンハイ大好きなんですけど。こう見えても結構ウーロンハイ大好きな人間なんで。うん。正直。まあ、俺、ウーロン茶だったら、あの、サントリーのね、ウーロン茶が一番、あの、美味しいかなと思うんですけど。最近、あの、数年前にあの味濃くなりましたから、美味しくなったんですよ。それまで薄かったんだけどね。でね、それと同じくですね、ウーロンハイも甘いんですけど、それに似た、ね、その割り剤が、酒の味を、引き立ててくれるものの例としては、まあ、これが一番わかりやすいですね。オレンジジュースの、と、ウォッカを割った、いわゆるスクリュードライバーというカクテルですね。あれが非常にわかりやすい。あの、オレンジジュースとね、そのまま飲んだ時と、ウォッカをそのまま飲んだ時、とね、味が全然違うんですよ。結局、その両方の味とさらに別の味が生まれるんですね。カクテルって面白くて。単品で飲んでも、わからなかった味がカクテルにするとわかるんですよ。ほんとスクリュードライバーね、作ったことある人、ってか飲んだことある人わかるかもしれないですけど。あの、ウォッカの甘さがね、すごく引き立つんですよね。だから、ウォッカ単品で飲んで、アルコールの強くて、それでアルコールのが邪魔してね、どうにもこうにもこう、わからなかった甘みみたいなのが、ね、オレンジジュースの甘さでなのか、酸味でなのかわかんないんですけど。なぜか、引き立ってくるんですよね。ウォッカの甘みが。若干これも、その甘みに似てる。スクリュードライバーって結構、あれは、なかなかのウォッカの味を、確かめるのにっていうか、なんていうんですかね。まあ、俺結構好きな、カクテルですけど。うん。なかなかね、あれの、うん。ああいう面白いカクテルはなかなかない。本当にスクリュードライバー飲むとね、本当にね、ウォッカの甘さがよくわかるんだよね。うん。あれは不思議ですね。うん。まあ。ということで、まあ、これは、なかなかに、
うん。なかなかに甘めで、甘めで、香りはそんなでもないけど。まあ、コクもまあ普通ぐらいで、飲みやすい。うん。しっかりこう、ね。時間を持ってこう飲めるみたいな。ゆったりとこう味わえる。っていう一品ですね。3434です。ご視聴ありがとうございました。